今からサップに行きます。イエーイ。サップ、サップ、サップって何？サップ、漕ぐやつだよ、うん、ボートの上に乗ってサーフィンみたい。そうそうそう、行ってみよう。うん、勝手に買いました。勝手に買、勝手に買ったって言って振り込みは私ですか。最高。そのまま置いときたいね。そうだね、そうだね。Oh my god。 抜いた方がいいんじゃない？後ろが引っかかってるかな、その浅瀬に。大丈夫？怖すぎる。自分もその一個先にはおら降りて、そっちから乗らないと後ろのピンが。とりあえずさ、遠く行かないでさ、この辺に、その辺に行くぐらいから始めたらいいんじゃん。流されてもこの沖っていう。あ、すごい、出航。どうどうどう、ん、どんな感じ？ちょっと早いから、うん、今の風の感じの俺の能力でいったら、うん、あっちから行かないと、うん、いやもうあそこを離れたらもう多分終わる。とりあえず行ってきてぐらいで経験だ、うん、危ない危ない、めっちゃぬるってる。しかもぬるってると危ないね。戻ろう。わ、フィンが。もう無理だ。てかもうね、持ち運べない。重たくて、うん、風でもうあっち戻れない。じゃあもう一回だけ決めれば。いやいや、ほらほらほら、やばい。え、こっちに来てほしい。今は、いや今逆は絶対行ける自信がない。ほら、いや流される。よいしょよいしょ。ああ来た。今日なんか海の温度がちょうどいい。あ、そう、うん、風も生ぬるいからね。危ない危ない危ない。え、それ重たいの？めちゃめちゃ重い。そうなんだ、軽い方なはずなのね。ちょっといい？うん、何？軽い方なのかと思った。違う、これ一番でかいやつ。危ない危ない。どうだすごい、足が痛い。足、あ、そうだよね。足とね、この上腕が、二頭筋が痛い。めっちゃかっこよかったよ、これ。かっこよかった？うん、かっこよかった。
いいな、私もやりたいな。小さいのあんのかな。ショートの方が難しいっていうね、全てにおいて。あ、難しい。浮力がないし、狭いから。そっか、やってみたい。じゃあもう一個ブランドウォッチ、うん、買えないと思う。買えないか、そうだよね、そうだよね。買えたらじゃあもう一個ブランドウォッチ。マジで、プレゼントする。本当？小遣いから。ありがとう。これ私の小遣いで買ってるから。行こうか。お疲れ様。キングタコスでも食べて帰ろう。うん、キングタコス。これで抜けていくのかな、勝手に。抜くの？え、どうやって持っていく？入るか。入るな。入らない。いや、入るだろ、縦にすりゃ。入るか。あの、倒しちゃえば。さすがバン。うん。じゃあ、そのまま。それもさ、入るか。最高だわ。マリンスポーツ初。それ超楽しいね。マリンスポーツ初、見てて面白そう。すごいじゃん。どう？どんな感じ？から、うん、今の風の感じの俺の能力で言ったら、うん、あっちから行かないと、うん、いやもうあそこを離れたらもう多分終わる。とりあえず行ってきてぐらいで経験だ。めっちゃぬるってる。しかもぬるってると危ない。戻ろう。うわ、フィンガー。